挨拶してた奴が何を言う。そんなの知らね。そして茶式が逮捕されてから1ヶ月。勝手に無所にぶち込むのはなぜ、じゃあこいつ誰なんだよ。それはただの残像です。茶式存在抹消説立証。そして1ヶ月後こいつは無所から出てきました。マリサちゃんと、したい。構成品どころか悪化してんじゃねえかよ。税金政策失敗か。こういう系のやつに失敗とか成功とかないから。本性。ということで1ヶ月間広島遠征の編集サボった許せ。許さん、死んではびろ。頭に剣ぶっ刺さった不死身の陰夢、武田信玄目指せる。死なないのは聞いてねえよ。それじゃあこれからの人生剣ぶっ刺さった状態で生きてね。40の社内で暴れるな。あたいらに公共の場とか関係ないところで公共の場って何？ CPU 使用率強化。あたおで逮捕された設定にすんな。公開はない。そういえば茶式くん Twitter のメインアカウントまた凍結されたらしいですね。これで今年2回目だな。なんでや、俺何もしてないやろ。まあ Twitter ってそんなもんやろ。デカ無言ブロックするな。ご近所迷惑。ザ・生還。後でどうなっても知らねえぞ。リモン、俺は誕生日にツイッター凍結されたんやぞ。ツイッターからの誕生日プレゼント。まあツイッターの凍結とか忘れて皆様が楽しめる綺麗な動画を作ろうではないですか。35秒前の汚い事件を忘れて。トリマ、誰も広島発射したことには触れないんだな。まあ俺のチャンネルですから。自慢げに言うことじゃねえんだよな。トリマ、今日は警備船という小麦みたいな路線に乗ってく。最寄りを汚すな。やりますね。つまりはこういうことか。なんだこの大都会の風景は、こんなん警備船じゃねえ、廃線しろ。新手の外悪地雷鉄やめろ。廃止したら俺が死ぬんだよ。まあ人口100万人だったらこれが普通だと思いたい。ニコニコ鉄道広島オートマットあるある大体やが弾幕。と偏見が過ぎるぞ。開始1分半にしてトークのネタつきたのでゲストを呼んでくわ。実況しろ。みんなのアイドル、カスミンだよ。あ、出た子犬部長。子犬カスミンは子犬でもありません。あれ、この動画って西学の動画だっけ。鉄旅実況です。実況要素はどこ行ったにゃ。てか思った、ネタつきたんだったらコメント返信すればよくね。阪急京都線の河原町および梅田寄りの先頭車両を山陽電車みたいにロングシートに取り替えてほしい。結局先端だけ取り除いてもこうなります。クリスマスじゃねえかよ。ほんまにロングあるんかこれ。てか名前 YouTube に命かけてそう。あー、どんどん見かけがしょぼくなる。逆にダイヤ改正で見かけ雪増えるんじゃないの。はい、矛盾点発見にだ。ちなみに見かけ雪去年の2倍に増えるらしいから、あながちうつ主の言ってることは間違ってないらしい。めっちゃ認めたくねえわ。でもそうよなこいつ。まあ今の時代に2万100件あったら確実に小池百合子検閲入るからね。小池百合子検閲とは、両端が付随車で真ん中が動力車の産業編成。ダイソーでそんな電車のおもちゃを見たような。あ、子供たちが一度は触れるやつ。数々のキッズ鉄を狂わせてきたやつなのはわかる。そうだな。てか見せてる CM アウトだろ。モザイクかけろ。あ、お客様が映っちゃうからモザイクしなきゃ。 CM にモザイクかけろ。山手線に2階建て通勤電車を走らせて通勤ラッシュを解消させると高らかに言っていた。どこぞの都知事もいましたね。バリアフリー通用しなさそう。逆に階段部分で詰まって密になるでしょ。芸備線って新幹線で毎時9本じゃねえの。絶対実現しないだろ。芸備新幹線こいつのことですね。それは原備新幹線。てか芸備新幹線と芸備新幹線って似てるから新幹線計画ある説。ちょっと何言ってるかわからない。てかコメント返信してたら秋谷口ついてた。実は秋谷口って広島を除いたら芸備線で利用客数なんとなんと1位なんですよ。これのどこがいつもより落ち着いてるのかな。これがルールだ。令和の不愛さもやめろ。まあ落ち着いてるんじゃないですかね。知らんけど。それよりさっきのカットの仕方は完全に悪意あるだろ。あんまないけど。しかまにやめろ。炎上不可避。何度も。はい、到着しもっかは。マジで悪意しかないコメント返信やんけ。冷凍するぞアホ。マリサちゃんって有言実行タイプなんだね。ちゃん付けするな、殴るぞ。一面のクソ緑。つまり何もないから実況しなくていいわけか。どさくさに紛れて実況サボろうとするな。三好到着。いやあっという間だったね。かかった時間何分。広島から三好で79分だな。で、動画時間は4分。大カットしすぎだろ、ぶっ飛ばすぞ。待って、ゲウスをぶっ飛ばすくらいだったら俺をぶっ飛ばして。マリサちゃん、お前ら動画投稿者やめろ。